高尾駅。高尾駅は、東京都八王子市高尾町及び初沢町にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本、京王電鉄の駅である。高尾山及び新聞州の名刹、高尾山芋王院有機寺から、高尾と名付けられたのが由来である。なお、国鉄開業時の駅名、浅川は開業当時の所在地である、東京府南多摩郡浅川村に由来する。 浅川村は1927年に調整施行後、1959年に八王子市に編入された。駅名も1961年に現在の高尾駅に改称された。JR 東日本の中央本線と京王電鉄の高尾線が乗り入れ、接続駅となっている。駅番号は京王電鉄がこ十2 JR 東日本が JC24。 JR 中央本線は東駅を境にして運行形態が変化するため、東京方面の快速電車及び甲府方面への普通列車、中距離電車の多くが東駅を始発、終着駅としており、東駅伊東の中央線八王子、東京方面は電車特定区間となる。同じ路線ではあるが、東駅伊勢へ運転する電車列車は、 東京駅など快速電車区間から直通する列車も、含め全ての列車番号が M 表記取るほか、東駅伊藤を中央線、運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと、東駅伊勢を中央本線と区別して案内している。ただし、立川駅、豊田駅、八王子駅発着の中距離列車、甲府方面からの普通列車については一部を除き、 高尾伊藤であっても、列車番号は M 表記のままである。中距離列車は以前は、新宿駅まで直通していたが、現在は、ホリデー快速ビュー、山梨など、臨時列車を除き、立川駅までの乗り入れである。新宿乗り入れ廃止に伴い、大月駅まで直通する東京駅発着の快速電車が、増発傾向にある。また、富士急行線川口湖駅まで直通する。 中距離列車、東駅発着、快速電車、東京発着も朝夕に運転されいる。現行ダイヤでは、東京方面、甲府方面ともに東駅折り返しの列車が多く、設定されている。その一方で、特急については東駅発着となる、成田エクスプレスを除き、定期ダイヤでは、全列車通過となるが、中央線の高架化工事の際など、臨時停車の実績はある。 島式ホーム2面4線と通過線1線の計2面5線を持つ地上駅。JR 管轄の北口駅舎に接する短式ホームの東京寄りを切り替えて1番線が設置されている。また留置線が1番線北側に4線、通過線南側に1線設置されており、夜間対白の設定がある。1番線が電車発着線、2番線が上り本線。 3番線が上り対比線、4番線が下り対比線、ホームのない通過線が下り本線となっている。この通過線は中央本線での輸送障害発生時の満線対策のために4番線南側の留置線1線を切り替えたもので、下り特急列車や貨物列車等の当駅、通過列車が主に使用する。1番線には 上り中央線快速電車の内あたり、駅始発、終着の一部のみが使用するが、2から4番線は、方向、種別に関わらず使用しており、発着番線は列車ごとに異なっている。1番線を除きホーム有効長は12両である。これは、工事や輸送障害発生時等の特急臨時停車に対応するためである。なお JR 中央線は、2020年代前半、 2021年度以降の向こう5年以内をめどに、東京、大月駅間のオレンジ帯で運行する列車に2階建てグリーン車を2両、連結させ12両編成運転を行う。なお、1番線と北側にある留置線4線、西八王子寄りにある、引上げ線1線の12両編成対応改築校については言及されていない。北口駅舎と駅舎東側湖線橋の間にある、 発車表は、2007年2月まで1番線、2番線、それぞれの発車案内だったが、翌3月から1番線側が上り、東京方面の発車番線案内に、2番線側が下り交付松本方面の発車番線案内にそれぞれ変更された。なお、大文字の番線や上り、下りのシールを重複して、五条を防止するように対応していたが、 2012年3月から2番線の発車票が北口側に移設され、階段の上り口に上段が東京方面先発、下段が甲府、松本方面先発の細長い発車票が新規に取り付けられた。関東の駅100線に選定されている、車寺風デザインの北口駅舎は、大越線大社駅を設計した、曽田人造が設計、1927年。 昭和2年に竣工した2代目である。これは、もともと大正天皇の体操列車の始発駅として、新宿御苑に設置された仮設駅舎を移築したもので、初代駅舎の木造平屋建て90メートルから木造平屋建て298メートルと大規模になった。この駅舎は2010年春に改修され、飲食店や雑貨販売店が入居するようになった。直営駅。 一部業務委託駅で、緑の窓口、自動券売機、指定席券売機併設、自動改札機、自動生産機を設置している。駅舎内部には飲食店が出店しており、改札内外装法から利用できるようになっている。売店はキオスクが、改札外の駅舎内部にある。ニューデイズミニーが3.4番線ホーム上にあったが、2019年、 平成31年2月末日をもって閉店した。古泉橋は北口駅舎西側のホーム交付より途中央部の2カ所に設置されており、このうち中央部のみが南口京王高尾線に通じる。中央部の古泉橋のみエスカレーターが設置されている。当駅にはエレベーターは設置されていない。そのため車いす利用者は 北口改札と1.2番線間の移動を除き、平面移動可能、エスカレーターに設置されているインターホンで、駅係員を呼び、エスカレーターを使用して中央部の古選橋を昇降する専用モードにするため、この間は一般旅客の利用はできない。また、中央部古選橋と南口の間には、階段があり昇降機、リフトで昇降するエスカレーターは設置されていない。 トイレは改札内では2番線、大月寄りに設置されており、2000年代に入ってから改修されたが、多機能トイレは設置されていない。改札外では、北口駅舎に隣接して、公衆トイレは設けられている。改札内トイレと、背中合わせの配置。3.4番線ホーム東京寄りには、高尾山にちなむ天部の石像がある。また、2番線ホームの屋根支柱には、 太平洋戦争中の米軍による、機銃装車の弾痕が残っている。出店、JR 東日本、駅構内図、島式ホーム一面2線を有する高架駅である。乗り場番号は、JR 東日本からの続番のため、京王電鉄の他の駅とは、不安が逆になる。当駅より終点である高尾山口駅までは、単線となる。当駅、北の寄りに渡り線があり、 下り列車の5番線への入線が可能である、当駅終着の電車と当駅始発の電車が使用。6番線から上り線、北の方向への配線はない。トイレは2階改札構内に設置し、ユニバーサルデザインの一環としての、誰でもトイレを併設している。口術の駅周辺整備事業の一環で、移転工事、エレベーターと上りエスカレーターの間に移転が行われ、 2019年、平成31年4月1日より、利用開始された。2007年度に、エレベーターが設置された。休日には、改札内にて、高尾山への降落客や、近隣の墓地への墓参者向けに、パンや花の販売業者が出展している。駅南口は、高尾線開回通時より、当時の京王亭と電鉄管理による、日本国有鉄道。 国鉄との合同改札だった。その後、1990年代後半の改札区分割により、京王電鉄、JR 東日本それぞれの専用改札口と中間札が設置された。中間改札には乗り換え客用に加えて、駅北口へ行き来する京王高尾線利用者用が2機、ある。改札口の管理は京王電鉄である。京王と、 JR 東日本、それぞれの自動券売機がお消されている。JR 東日本の券売機ではスイカ及び、スイカと、相互利用可能な IC カード、パスモキーとかとか E コアシゴか、早か券、ニモカへのチャージが可能である。KO の券売機では、パスモとスイカへのチャージが可能である。KO と JR 東日本、それぞれの改札内には、自動生産機が設置されている。 過去、生産機能以外に、お互いの一定区間内の乗車券購入の機能も、あったが、現在では、生産機能と交通系、IC カードのチャージ機能のみである。JR 東日本の券売機では、入場券、JR 線の片道近距離普通乗車券以外、回数券等は購入できない。券売機の取扱い範囲以外の乗車券、回数券、 指定席券等を購入する場合は、南口改札係員にその旨を申し出れば、北口改札への校内通行券の発行を無償で受けられ、駅構内の通り抜けが可能である。南口へ戻る際も、北口改札係員へ申し出ると、同様に校内通行券の発行を無償で受けられる。なお、校内通行券は、JR 券等の購入するための便宜を図るための、 ものであり、北口への単なる通り抜けの場合は、入場券の購入が必要である。改札口の管理は、JR 東日本である。JR 東日本と KO、それぞれの自動券売機が設置されており、JR 東日本の券売機でも、KO の片道乗車券を購入できる。なお、ここから KO 高尾線を利用するには、中間改札を通らなければならない。 京王線のみの定期券等、南口でしか発行できないものを購入する必要がある場合は、前日の港内通行券の発行を受けて、南口への駅構内の通り抜けが可能である。駅周辺は、線路が町の南北を分断している。駅利用者以外が南北両口を行き来するには、入場券を購入の上 JR 改札内を通るか、定期入場券も発売。 駅東側の町田街道あるいは駅西側の初沢踏切よりして大きく迂回することになる。そのため、八王子市の全体計画案により、北口の広場を整備して、JR の協定駅舎と自由通路を新設することになっているが、工事費用が当初想定、平成24年の概略設計で114億円、より増額、全体公費168億円。 八王子市以外の負担分も含むしたため、工事内容について、JR 東日本等の関係者との再協議のため、事実上ストップしている。また、橋場駅舎を設けず、単独自由通路のみ設置する案については、八王子市議会にて、JR 東日本が、駅構内への設置を認めない旨の答弁を、八王子市が行っている。なお、八王子市単独の判断で、 実施可能な工事、北口広場整備、初沢川河川改修、周辺道路整備などは随時施行中である。南口については、京王線の改札口の位置が、現在の位置より、高尾山口駅方向へ移動する予定である。上述の車寺風デザインの北口駅舎は、かつての皇室専用の駅であった東、浅川駅跡の東浅川保健福祉センターの第二。 駐車場へ移築されることになっている。近年の1日平均乗降人員の推移は、以下の通り、JR を除く。ロータリーの北側を、国道25を、甲州街道が東西に通じ、高尾駅前交差点を境に東側は片側に、車線の一丁並木、西側は片側1車線となる。また、南浅川を挟んで山地が迫るため、大規模な住宅、 商業施設は少なく、環境施設や墓地などが多い。京王高尾線開業以前は、住宅、商業施設ともに少なかったが、その後の宅地開発や、大学の移転が進んでおり、ロータリーの南側に住宅、東側に商業施設が多くなっている。高尾駅北口乗り場は、北口の土産物店前に1.2番乗り場が設置されており、西東京バスと、 京王バス南、高麗市系統のみ、の路線バスが乗り入れている。過去、敷地が狭いためターンテーブルが設けられていたが、北口広場整備に伴い、バスの旋回スペースが確保されたため撤去された。2009年12月1日から、新宿駅、西口、後に、新橋駅初高尾駅北口経由音型車庫業の、深夜急行バスが、 西東京バスにより運行を開始した、交車専用。また、甲州街道、高尾駅前交差点付近にも停留所が設けられており、西東京バス、元パチレイに、0 3 0 4系統、201系統に加えて、京王電鉄バス、山0一系統や神奈川中央交通にし、807系統の路線が車する。高尾駅南口乗り場は、 ロータリーに1番から5番まで設置されており、京王電鉄バス、京王バス南、西東京バスの路線バスや、東京空港交通、京王バス南、西東京バス共同運行の羽田空港行、成田空港行の高速バス、空港連絡バスのほか、関西方面からの夜行高速バス、東京都内到着便の校舎扱いのみ、が不定期に乗り入れている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。